匂い匂いしないジュヌお疲れ様です前回、はい、見たことあるんですか、動画よくあの最近見てるけど勉強しろよ、お前え今切れた、最近見てるけどって切れとんだよ、こっちこんな感じで怖くね1ヶ月ぐらい前に、まあ、はい、ちょっとあんまりお客さんとうまく、はい、コミュニケーションが取れないと、はい、そこでちょっとレベル上げていこうぜみたいな、はいはい、動画あったよね、はい、どうなんですか最近。まあでもあれあの動画撮ってから、うん、直接喋るのにはうまいこと喋ろうとか、うん、っていうのは意識にはちょっと意識しなくなってきたかなとは思うんですけど、もともと上手に喋ろうと意識はしなくはなってきてたかなと思うんですけど、もともとの喋りがそんなに上手じゃないんで、特に電話とかめちゃくちゃ嫌いなんですよ、私。こんな仕事しといてですけど、めっちゃどもったりするんですけど、この前、お客さんに電話をするのに、ちょっと現場の職人さん、体調悪くなっちゃって、しばらくちょっと開けちゃうっていうことになっちゃったんですよ。それをお客さんに電話で話すのに、あんま上手に多分喋れてなくて、なんかちょっとどもりまくったり、けどりまくっちゃったんですよ。けど不思議になっちゃうんだ。なんでけど不思議なの？俺とか喋ってるんですよ、人だよね。まあ、そうですね、電話は特にです、まあ、今もですけど、ちょっと詰まったりとか、なんかとかめっちゃ言っちゃうんで、先生、前も言いましたね、なんかっていうのが嫌でって、なんか、まだ言った、もともと喋るのもそんなに上手じゃないんで、電話ってなると、余計もう、ほんまに電話嫌いなんですよ。なんか怖いですかね、怖い、ちょっと怖いです、電話が。そうね、間違ったこと言っちゃいけないみたいな感じで。間違ったこと、まあ、それももちろんありますし。なんでですかね、もうちっちゃい頃からですね、親戚に電話かけるのすらすごい怖かったんで、うん、ちょっとロープレしてみようよ。あ、はい、ちょっと向こう見てるじゃん、はい、企業さんね。あ、はい、ちょっと資料整理に行こうか。ブルブル、はい、株式会社ナイロの大谷でございます。私、はい、あの塗料会社の小林と申しますけど、はい、小林様お世話になっております。ちょっと材料のことについて、はい、ちょっとお話ししたいんですけど。あ、はい、どういったご用件でしょうか。どちらか分かる方に代わっていただけますか。あ、はい、どういったご用件か聞いてもよろしいでしょうか。塗料についてちょっとお話ししたいんですけど。どういう塗料についてですか。今新しい塗料がちょっと開発できて、はいはい、とってもいいものをお値打ちに提供できますので、あ、ちょっと社長さんないし責任者の方にお話しさせていただきたいんですけど、はい、ちょっとよろしいですか。あ、はい、少々お待ちいただいてもよろしいですか。もう普通だよね、喋れてるよね。でもちょっと やばって怖って思いました。ちょっと新しい塗料とかやってなんか若干イレギュラー系になるじゃないですか、営業電話。ああ、よろしい。でも社長結構ゆっくり喋ってくれたんで、ちょっと早口で言えば今だから言うけど、ミオも電話マジ苦手なんです。苦手だよ、お前もゴムに言った。じゃあプリンターの営業かけて練習、プリンターの営業で、それを受けるからね。よーい、スタート。株式会社のナイロの大店でございます。あ、すいません、プリンターを売っているミオなんですけど。はい、お世話になります。ちょっと待って、ちょっと待ってお前がテンパっとるか。何言ったらいいか分からん、プリンターを打ってついてけん、頭が何をどういう風に言ったらいいか。俺知っとるもんね、あの緊張しんのかな。それはあるかもしれないですね。か安いとかだからかけるのにはまだ大丈夫なんだと思います。かかってくる方が嫌なのかもしれないです。俺がじゃあ知り合いのところに電話してちょっと予約取ってくれん。飲食店ですか。いや、どっか撮ってみよう。え、飲食店の営業。まあ、飲食店だったら予約だと多分行けます。あの、今週の土曜日にちょうど5日に飲むので、聞いてみてくれ。何時ですか。5日に5日の、うん、あ、もしもし、あの塗り替え道場の大谷と申します。あ、ちょっと社長の電話借りて電話させてもらってるんですけど、ちょっと土曜日の夕方にちょっと社長がちょっとお店行きたいんで予約したいんですけども。今度の土曜日。はい、大丈夫だよ。あ、大丈夫ですか。何時ぐらい
何人ぐらいかな。あ、ちょっと待ってもらっていいですか。5人ですね。うん、いいよ。あ、いいですか。え、時間は何時ぐらいだったら空いてるとか。5時から空いてる。5時から空いてますか。うん、7時からでもお願いしていいですか。大丈夫ですよ。はい、あ、じゃあ7時に土曜日によろしくお願いします、はい、予約。はい、どうも。はい、どうも。いや、YouTube 企画で喋り方どう下手くそだった。下手だね。嘘。落ち着いて喋ればいい。もうちょっと落ち着いて喋ればいいのかと。前のめりになっちゃってるのかな。あの、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube で使わせていただきます。鳥翔さん、中川区松本公園の水曜で鶏焼肉、ちょっと珍しいかな。美味しい。美味しいな。そうって言われたね。でもその後からなんか分かるでしょ。もうちょっと真面目だから、なんか言われたらすぐ答えないと思うから、あ、ちょっと待ってくださいねとか言って言えないのかな。ちょっとあるかもしれない。あ、ちょっと待ってね。だから緊張するんですか。そうですね。なんで緊張するんですかね。なんか。なんでなんだろうな。わかんないですね。私もこちら側なんで。緊張する？緊張っていうか、電話あんま好きじゃないから。電話が好きじゃない。お客さんとか誰かに電話するのにも、うん、まあ、自分の言いたいことがあって電話するわけじゃないですか、うん、まあ、例えば今日の作業休みますとか明日の作業休みますとか、うん、それぐらいだったら別にそのまま普通に電話して話すんですけど、うん、なんか僕ちょっと言いたいことがいくつかあったら、うん、もうなんか紙とかに言う言葉をこう書いてそれ見ながらじゃないと喋れないんですよ、うん、できるよ、お前電話できるよ。理解同士の塗装の依頼を書いてる。塗装の依頼できるかな。外壁塗装の見積もり依頼バージョン、よーい、スタート。はい、塗り替え老中の大谷でございます。あ、すみません、あの家の塗り替えお願いしたいんですけど。はい、あ、はい、ありがとうございます。お客様の、ご住所とかお住まいとかちょっとまずお聞きしてもよろしいですか。中川区。あ、今外壁の様子でなんかちょっと気になってるところとかあったりしますか。あ、ちょっとお庭の方がはびちゃってます。あ、お庭側の壁が何お前ハゲで反応しとるなって。全然変じゃない。ちょっとですね。まあ、でも私委員長ではない。まあ、私っていうのがあるかもしれないですけど、まあ、それも多分あるし、うん、本番じゃないみたいなのもあるし、あ、まあ、でもこれに関してはまあちょっと慣れてるっていうのがまあありますね。うん、そんな変じゃないか。聞き取るのは多分苦手で、親に言われたことあるんですけど、視聴力は全然悪くないんですよ。普通の人って多分なんか聞き間違えたらそれを、いや多分この人はこう聞き越えたけど、こう、これ、この言葉を言ってんだろうなっていうのを頭の中で勝手に変換して、だから多少ちょっと聞こえづらくてもなんとなく流れとかでわかる、はい、でもなんか私はそれをなんか変換できない、滑舌の悪い方とか早口の人とかだったら何回も聞き返しちゃうこともあって、うん、でも俺って滑舌悪いし早口じゃん俺って。俺 YouTube で自分見てても何ていうか自分でわかんない。例えばじゃあ、はい、もうそろそろ昼だねカレーハウス食べたいね。カレー食べたいですね。今カレーライスって言ってないもんね。カレーハウスだけど変換しようよ。でも変、そうですね。そうそう、カレーなんだって、はい、でちゃんと変換できてんじゃん。緊張すると、そうですね、緊張とかで。カレーハウスって何なんですか、はい、親戚に電話するの怖いんで、まあ、昔ちょっと親に無理やり喋らされたことがあって、うん、電話で、うん、トラウマみたいなのがあるのかな。あると思います。なんか親戚に電話かけて全然違う人っていうか、はい、今一緒に同居してるはとこか誰かが出て、うん、おばさんに代わってとか言ったらよかったんですけど、うん、話したかった人と違う人が出たっていうのだけでパニックになって本当に全く喋れなくなって、その時は結果的には良くなかったけど、うん、トラウマみたいにそれがなっちゃってるから、うん、そこですぐに甘えさせたらダメっていうのも確かにそうなのかもしれないし、わかんないですね、うん、結果は、うんうん、まあ、でもこれ本当なんか芸能も結構いろいろやってるみたいでね、はい、ちょっとまたぜひ、ね、なかなかやっぱりリリちゃん見たいみたいでちょこちょこコメントが来てるみたいですね。リリちゃん、ね、めっちゃ来ます。リリちゃん、うん、リリちゃん来ます、ね、最近の DNA やね。どうか私の喋ってる内容をみんな聞いてほしいです。ああ、そういうか。はい、だからまだでもあれもやってるじゃん、
リリチャンネルね。はい、うん、あっちの方もぜひリリチャンネル最近更新しておりませんが。しておりませんね、すいません。まあ、また近いうち更新するとの情報も入ってますので、はい、ぜひそちらの方のチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。また見てねー。